あ、おはようございます。あ、おはよう。なんか今日お店に3時に来てって呼ばれたんですけど、うん、今日はね、とっても忙しいの。忙しいんですか。そうなのよ。お花をね、はい、やってる昼間をね、みんなに見ていただこうと思って。あ、いいですね。そうなのよ。いつになく真面目です。今日はね、面白くもなんともないけど、おふざけなしだからもう格好は面白いですけど。本当？その何なんですか、その泥棒みたいなに。あれが泥棒です。昼間花屋だからよろしくね。これ今何してるんですか。これはお店のお花をだいたい1日、はい、10件ぐらいかな。10件いけるんだけど、今日はね、あの、モクレンを持ってみたい。モクレン、何なんですか、モクレンって。モクレンっていう花屋。花なんですね。これがモクレン。あ、木にしか見えないですね。木だ。でも初めて見ますこの花屋の仕事してる姿。そうそう。すごい。これいつも毎日やってるんですか。毎日、やっぱり月曜日が集中するんだけど。はい。もう一日で絶対無理だから。はい。分けてもらったりとか。そうですよね。月曜日が一番、これで大体どれぐらい持つんですか。大体1週間。あ、でも1週間も持つんですね。うん、で1回中身でメンテナンス入って。あ、メンテナンスも、うん、意外としっかり仕事されてたんだ。花真剣だから、これ。多分 YouTube 知ってる皆さん、多分あの全然そんな雰囲気見えてないと思うんですね。嘘。はい。だって下ネタでオス言ってたね。お前がやるんだ。これつぼみの状態じゃん。これが咲くんですか。そう。まだちょっと硬いんだけど、これもユリだから。あ、これがユリ。そうそうそう。いい。やっぱこうほら週末が忙しいかな。はいはいはい。週末にいい感じになるように。あ、ここからちゃんと咲くんですね。こう咲いた時にどうなるかっていうこともちょっと考えながら。あ、すごい。じゃあ頭使って。そうですね、今はね、色が見えないけど。そうですよね。咲いたらここにこういう色が来るから。でもこういうのってどういうイメージして作ってきてるんですか。どういうのかな。結構私は大きい、結構なんか大きく入れるけど好きで。はい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 。イメージ、インスピレーションって感じですか。そうだね。じゃあこれ週末に来たら綺麗に咲いてるってことですよね。綺麗に咲いてるんだな。見てみたい。大変ですね。お昼お花やりながら夜。本当だよね。いつも何時からやってるんですか、お花って。結構昼ぐらいからかな。へえ。朝はもう本当に来てるんで。じゃ全然寝てないじゃないですか。寝てないんだよ私。だって結構寝てる。すごい、10分でここまで仕上げてますよ。どうも。早いですね。基本やっぱり錦のママとかからすごい頼まれるんですか。そうですね、大体錦の。なんか他に、例えばじゃあ錦以外とかでも出張でこういうのやってくれるんですかとか言われたりするんです。そうそうそう、個人宅とかもあります。あ、あるんですね。完成ですか。はい。すごい。行きましたよ。はい。やっぱお店が多いんですか、そういう依頼は。そうだね。飲み屋さん。とりあえず2匹のこの飲み屋街の花を出るね。初めてかもしれないですね、こういう風についてきながら撮るの。そうだね。そうね、あまりほら見せてはいけない部分じゃない。なんかほらお茶開けてるけど、なんかあんまりほら真剣にやってるの嫌じゃない。なんかアナザースカイみたい見てるみたいですよ。明石のアナザースカイみたいな。そんな立派なもんじゃない。結構移動しますね。
同じような場所で。でもこの町だけでずっとやってるから、もう火災だけ持ってってもらって。ああ、なるほど。そう、私が行って行けて、でまたスタッフ来て片付けてみたいな。すごい流れが出来上がってますね。そうじゃない。手ぶらで行くからどうするんだろうと思ってます。そうじゃないですか。回らないから。そうですよね。うん、もうこれこんだけのもの持ってっといて。次の店舗さんですね。次の店舗だね。すごいですね。同じやつを使ってるのに全然違う使い方をしますね。お花屋ってどれぐらい経つんですか？もう10年以上だね。ベテランの仲間入りですね。まずお花の名前覚えないといけないですね。世界一お花も知らないお花屋さんって言ってましたもんね。名前をね。いっぱいあるんだもん、ね、覚えられないですね。確かに植物園行ってすごく思いましたけど、やっぱり好きな花を覚えるんですね。本屋ってどこら辺にあるんですか？本屋はね、その港区にもあるんだけど、名古屋でいうと港区って結構遠くないですか、ここから。大須にもあって、大須にもあってやつですね。へー、なんか特注するやつとかってあれなんですか？やっぱり前々からオーダーしといて。あ、そういうのもあるし、量が多いとオーダーして。はいはいはい、まあ、ちょっとその場で今日は今何かなみたいな、あるお花で、ね、こうしようみたいなあ、そうなんですね、うん、じゃあその場で基本決めて買っちゃうって感じですか？そうそうそう、あ、じゃあこういう感じにしようみたいな。この、何でしたっけ、木製？何でしたっけ、木蓮。これとかはさすがに取り寄せというかオーダーしたって感じですか？うん、こう枝屋さんがあって、あ、へぇ、枝を扱ってるんですよ。あ、花屋と枝屋さんは違うんですね。で、今日、今どこにしようかな。あ、すごい。完成ですか？完成です。次はどこ行くんですか？次はクラブです。クラブ、女の子のクラブ。クラブじゃないすごいですね。でもさっきといいすごい豪華というか。豪華ですね。はい、もうだんだん、でも今お花に、はい、お花にそうお金を使うことも少なくなり始めてるから。あ、そうなんですか、うん、へえ。だからお店にお花を置きましょうってことは大事なことだと思うんだけど。全然だってさっき何もない空間からお花があるだけで、そうそうそう、変わるよね、やっぱり。ガラッと雰囲気変わりましたよね。そう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 。タカちゃんのお店とかもすごいお花とかに囲まれてるじゃないですか、うん、あれがなかったらちょっと寂しいですもんね。確かにね、他も出して下ネタ言ってるだけだもんねやっぱ花を添えないとまあなんか噂によると半分はよくわからないタカちゃんの買った私物っていう風にお話は聞いたんですけど、お花と確かに置物ね、はい、置物を並べる癖があるからね。お花に紛れてあの変わった人形が置いてある、持ち歩ける感じになっちゃう。シャロウィン、次これと、すごい数。お花の匂いがすごいいい匂いですね。
い量を持ってきましたね。そうなのよ。確かにこれのこの量だったらお店に置いてないと大変ですね。毎回戻って取ってお店行って、のこぎりと、あ、さっきに電話するわ。最近やったことないね。何もないんですか。何もない。昨日もずっと本も入れたんじゃない。久しぶりのお休みだったから、あ、そう、何の予定もなくて、何の予定もない休日って本当に幸せを感じてしまって、はい、朝から晩までずっと家でダラダラしてるっていうのが、ね、最高の幸せな一日だった。なんでそういう時間ってあっという間に終わるんだろうね。なんでなんですか ね。毎週でもほら、日曜日の朝、月曜日の朝には問屋だから、日曜日がお休みでも、はい、結局朝の4時にはもう問屋に行かなきゃいけないから、ね、朝の4時、そんなに早いんですか、問屋さんって。そうだから、結局なんか休みの費用が終わって、はい、で次の仕事まで、はい、ゆっくりほら夜眠るみたい、夜中眠るみたい。あ、はいはいはい、そういうことがさ、もう本当にお盆と正月だけぐらい、そう、それ以外は絶対に日曜日ってさ、朝、はい、日曜日の終わった月曜日の朝か、はい、行かなきゃいけないから、月曜日でそのまま夜もお店ですもんね。そうそうそう、だから月曜日が私の最高に地獄な曜日の中で一日忙しい一日だね。上に参ります。すごい綺麗です。ここからまた帰ってくるんです。やっぱ今のところクラブだからちょっとお上品。ああ、でもメインが一緒でもあんだけ雰囲気って変わるんですね。そうだね。周りの花から。最初はほらなんかちょっとね、やっぱりヘイバードおかまの店だからさ。はい。ちょっと派手に。そうよね。なるほど。うん。なんかさっきそういえばあの家庭とかでも、うん、なんか行けることできるって言ってたじゃないですか。うん、うん、お家ね行って行けることもできるんだけど。あれってもしじゃあ。僕家でやってくださいって言ったらどういう風に頼めばいいんですか。あ、なんかほらあの電話でしてもらってポーズフラワーに、あ、ポーズフラワーに出ます。はいはい、でお願いしますみたいな、ればいけますし、まあでもまあそうだね。どこまでだったらできるんですか、その場所。できたらね、中区辺がいい、中区じゃなくて名古屋市だったらいいんだけど、はいはいはい、ちょっと中心部から離れるとちょっと予定はちょっと1週間ぐらい前に行ってもらわないと。ああ、そういうことですね。家財もあるし。ああ、確かに確かに。予定もあるし。はいはいはい。またそろそろいい春だと、桜とかさ、お花がいろんなお花が出てくる時期だから、うん、それによってまたじゃあガラッと雰囲気変えないといけないから、ね、お花揃えるのが大変ってことなんですね。うん、だし、まあそうだね、水でも行かないといけない。ああ、そうか。まあ、今日はそんな感じで頑張ります。またね。はい、ありがとうございます。